ゲロ、戻ってきたでありますか。早速確認するです。いや、そんな暇はないぞ。ああ、さっさと装置を切らねえと何を呼び出すかわかんねえからね。あれ、ここはもう地下基地にいたはずなのに、っていうか瞬間移動。その娘でこちらの世界へ来た者は全てそちらへ送り返したぞ。ゲムム殿、そちらの準備はいかがでござる。準備完了だ。そちらの合図でこちらはいつでも動ける。よし、じゃあカウントダウンスタート。3 2 1 0。皆さん本当にありがとうございました。私、あんたたちのこと絶対忘れないよ。みんな、バイビー。勇者がお前たちで本当によかった。ありがとう。さらばであります、ギムム殿。ゲロ、これで元通りでありますか。早速確認するです。グンソー、どこ行ってたの。ゲロ、冬木殿、久しぶりであります。久しぶりって、いなくなってから一日も経ってないじゃない。変なグンソー。ゲロ、もっと長いこと向こうの世界にいたような気が。きっと世界が違うと時間の流れが違うというお約束のあれですね。で、軍曹、どこかに行ってたの。ギロ、冬木殿にはたっぷり土産話があるであります。へえ、楽しみだな。ウィンター殿、サマー殿、モモエル殿、お雪殿、三之丞殿、そしてゲムム殿、なんだか長い夢を見ていたようであります。いや、もしかすると全部夢だったのかもしれないでありますな。こーら、ボケガエル。はっ、この声は。よくも私にモンスターの後始末なんかさせたわね。モンスターの後始末ということは。ゲロー、やっぱり夢じゃなかったでありますか。ゲームモ殿、今だけでいいからそっちの世界に呼び出してほしいであります。助けて、ゲームモ殿。いろいろありましたが、やっぱり日向家は平穏なのが一番ですね。平穏ではないでありますよ。ボケガエル、罰として風呂掃除1週間。やっぱり2週間よ。ギロThank you.
ケロロ RPG 騎士と武者と伝説の海賊。